こんにちは、白川隆司です。阿部俊晴です。阿部くん、来ましたね、ついにこの日が来てしまいましたね。達人の先生方を呼んでの達人試写会、ね、映画村雲を見ていただけるのは大変嬉しいです。なんとね、村雲には阿部くんがね、出演してるんですよ。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてください。何右手に持ってるの、もしかして右手に持ってるの、そうです、あの8月3日発売、美しい合気道です。皆さんよろしくお願いします。今アラアマゾンの売れ筋ランク1位を取っていると。おかげさまで皆さんのおかげです。皆さんよろしくお願いします。で、今日はそれじゃないです。ああ、そうなんですか。違うんです。この T シャツ見てください。この T シャツもしかして映画村雲の T シャツです。いやめちゃくちゃかっこいいですね。今日これポスター2つ、ちょっと持って、ちょっとよろしいですか。はい、2種類ございます。いや、楽しみですね。これを今日は達人のお世話になっている先生方に見ていただくということで、もう楽しみです。あるかね。はい、楽しみですね。それはもう楽しみにしていきましょう。はい、それでは今から行ってきます。村雲の、YouTube 達人試写会に、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。普段、YouTube でお世話になっている先生方に楽しんでいただけたらと思います。もう早速お呼びしたいと思います。北川隆秀先生、白川隆司先生、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。おお、よろしくお願いします。北川です。白川隆司です。よろしくお願いします。ありがとうございます。役柄上ちょっと危ない演出があるんですけど、本当に全く全く別人格を演じておりますので。白川先生、普段通りです。温かい目でご覧いただければ幸いです。はい、それでは映画村雲ゴーストエージェンシー達人試写会、どうぞお楽しみください。感想を聞かせていただければ幸いです。いや、まずみんな演技うまいっすね。ビビりました。とんでもないです。あのなんか濃い内容、ものすごいスピード感で、なんかもうすごい面白かったですね。で、あの分かりたくないけど、あのなんですか、武を志す者のあの闇と矜持っていうんですかね、ちょっと残念ながら少し共感する部分があって、あ、なんかちょっとグッときました。すっげえ面白いんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかあのだいぶやばい人、本性出てたのかな。僕の石だー言う。僕の石だー、いじる気満々だよ。ほんま、あれ見ながら痛すぎなーって共感できた。結構痛いかもしれないですよね。そうっす。練習いっぱいしたんですけど、やっぱりちょっと、そうっすか。だって空手が殺されてましたやん。しかも俺だよ、簡単に。そんなことない、ゴリゴリゴリ行かれたもんね。古川さん、わざと大阪から来てくれてる。いやいやいや、そうなんですよ。スタントじゃない、そのなんちゅうですか、演技でいうのはもうガチの達人の滑らかな動きやん。これがやっぱ全然ちゃうなと真面目に思いました。お前何言うてんねんって。大阪でも、大阪でも応援しますね。あ、そうですね、梅田で。大阪なので、大阪もお友達連れて。あれ、前売り券めっちゃ買って帰りますから。あ、嬉しい。それは嬉しい。大丈夫、ありがとうございます。何だ買ってくる。大丈夫、カツアゲやぞ。カツアゲ、もう何から話すといいかちょっと分かんないんですけど、まあ星見、その浅井先生もう、そのいつもね、木本先生からは
か弱い化け物と言われ、もう本当に武術家武道家の姿しか想像してなかったんですけど、やっぱ女優さんですよね。白川先生、北川先生の本当に何だろうな、もう役者なんじゃないかと思うぐらいすごかったです。なんかもうぜひ見てほしいですね。本当面白い。もうはい、拝見いたしました。いやー、なんでしょうね、合気道家としての視点で見れば、合気道が出てました。いや出てましたけど、まあ、何よりですね、まあ、これネタバレでダメだったらカットしていただいて、はい、適時やっていただきたいんです。まず一番初めにびっくりしたのがですね、白川先生の役まずそこにまずびっくりした。あと正直もっとセリフとか少ないのかなと思ってた。そしたら結構ね、いろいろあってよくやれましたね。すごいレッスン受けたんですよ。ですよね、あれは大変だと思いました。こう皆さんのね、アクションシーンが結構盛りですからね。それがやっぱ何よりでも見どころかなと。金髪だったんで、ずっと金髪なのかなと思ったら本当にスーパーサイヤ人とか。椅子軸的に見てどうでした、皆さん。軸、はい、軸はないかもしれないですけど。そうですよね、軸は、はい、ただ小賀さんだったりとか、はい、もう前ね、飲み会の席でちょっと隣でご一緒させていただいたんですけど、その時は何でしょうね、なんか穏やかな、すごい優しい人だなと思ってたんですけど、あんな憎たらしいと思わなかったですね。すごいですよ、やっぱり本物のアクション俳優すごいぞね。長いので、うん、椅子軸してぜひ皆さん映画をご覧ください。はい、広先生、東郷先生、今日お越しいただきありがとうございます。お疲れ様でした。大変光栄です。面白かったです、うまくまとまってました。そしてワンパーセンターでも東郷先生素晴らしい。いやいや、とんでもないです。めちゃめちゃかっこいいアクションで、白川先生のアクションすごかったですね。いや、そうね、はい、すごい練習だったんですよ。かっこよかったっすよ。うまくね、合気道と、あと、はいはいはい、今まで、まあ、YouTube で培ってきた技がうまく、まあアクション監督がうまくねアレンジしたりとかね。なかなかそのままの合気道の動きを映画でってなかなか難しいので、やっぱりそのアクション監督そのままでやると、はい、セガールさんみたいな。そうですよね。はい、それはなんかうまくアクション監督の方がやっぱりこう考えてくれて、かっこよかったです。なんか衣装もかっこよかったし、そうね、髪の毛もかっこよかったし、そうそう、なんかめちゃくちゃ雰囲気出てましたね、白川先生。本当に素敵、ありがとうございます。監督相当ね考えたのね。素晴らしかったです、本当に。尊敬するお二人の先生方にそのように言っていただけると、いや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 、白川ファンが喜ぶ。そうだね、はい、まあ、ファンが増えるだろう、ね、ファン増えます、ね、めちゃめちゃかっこよかったです。池山先生、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。本当に忙しい中で、先生、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。はい、いやいや、かっこいいっす、もちろん、はい、これはもう本当に本当ですか。いや、めっちゃかっこいいっす。合気道の技でしたもん。はいはい、もちろんです、はい、もちろんです、はい、すごかったですね。やっぱ本物がやるアクションってやっぱ違いますよね。練習したんです。やっぱそうなんです。武術とアクション違うので、はい、ああそうですか、はい、修正でした。ああそうなんですね。でもそれを慶応選手に見ていただいて嬉しいです。いやいや、良かったです。 N1 ビクトリーも、ああ N1 ビクトリーも、はい、応援しておりますので、もちろんありがとうございます。皆さんもノアで N1 ビクトリーシングル戦優勝を狙ってますので、はい、皆さん慶応選手の応援よろしくお願いします。ありがとうございます。でも本当は G1 のいやいや、清宮さんもちろん応援してます。もちろん清宮選手の G1 優勝を目指して、目指して、それも応援してますし、はい、そして慶応選手も N1 優勝を目指してますからね。分かる、はい、それは、それは当然ですよ。それはもう皆さんぜひプロレスリングのは応援よろしくお願いします。そして映画村久保も見てください。そうっす。はい、ということで達人の先生の試写会、はい、終わりました。終わりました。はい、終わりました。すごい、皆さん本当に皆さん、ね、もう、うん、いい試写会になりましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。そして7月、いよいよ7月28日から公開、はい、渋谷ヒューマックスシネマ、そして横浜ブルグス30、はい、上田、はい、その3巻、はい、7月28日から1週間、はいはい、公開して、その1週間が、まあ、動員数多くてたくさんの人が来ていただければ、はい、仙台、そして全国に届くということなんですよね、はい、そうです。
や、もう本当に同情性の人でね、はい、ですよね、仙台に地元でね、北川先生、そして安藤さん、仙台来てください、行きたいです、皆さんぜひ仙台に行けるようによろしくお願いいたします。あのテアトルの仙台校もありますもんね、はい、はい、で生徒さんも出てるからね、はい、ぜひ皆さん、7月28日からの映画村雲見に来てください、お願いします、お願いします。